西洋ネズは、ヒノキ科白神族の信用樹である。すべての樹木の中で最も広い分布域を持つものの一つであり北半球の寒い地域全域に分布する。北極から北緯30度程度までの北アメリカ、ヨーロッパ、アジアに自生する。西洋ネズは低木だが、時には10メートルにも達するものもある。葉は、常緑の針状で、螺旋状についている。有種で、 大花と雌花は別の木に咲き、風を利用して受粉する。休暇は木質とならず、やや肉質の消化状となり、最初は緑色であるが18ヶ月ほどで熟し、青色のワックス質に覆われた紫から黒色になる。直径4から1 2トルの球形で、一つ当たり、通常3つの種子を持つ。鳥に食べられ、糞と一緒に落とされることで種子が遠くまで運ばれる。 有給花は2から3ミリメートルの大きさで黄色く、3月から4月頃に花粉を飛ばす。英語でジュニパーベリーとして、ジンの香りの元ととして有名。分布域が広いことから、種内でも非常に遺伝的な多様性が高く、いくつかの亜種がある。亜種間の関連はまだはっきりしておらず、遺伝的なデータと外見は必ずしも一致していない。西洋ネズの亜種、編種には、 牡蠣のものがある。この木はよく園芸用に使われるが、小さいためたの木材のように使うことはできない。しかし、スカンジナビア半島では、バターやチーズなどの日用品を入れる入れ物や、木製のバターナイフとして加工される。修練作用を持つ、紫色の熟した松かさは、生で食べると苦いが、乾燥させて、肉、ソース、ファルス、ジンなどの香り付けに使われる。 実際に、ジンという言葉は、ネズの類を表すフランス語、ジェニベリアもしくは西洋ネズを表すジーニアバーに、由来する。また味もとても強いため、ジビエや舌など、癖の強いものの調理に、少量だけ使われる。フィンランドの伝統的なビール、サハティを作るためにも必須である。さらに、ローマ帝国のペダニウスギオスコリデスによる、デマテリアメディカには、 否認用に使われたと記述される。ありがとうございます。